政府が次の日銀総裁候補に指名したアジア開発銀行の黒田東彦総裁が国会で所信表明をしました。この黒田氏はアベノミクスを推進するため安倍総理大臣が選んだ人物です。でこの後ねじれの参議院でも所信表明をし、国会の同意が得られれば正式に日銀総裁になります。中継です。はい、日銀総裁候補として黒田氏が公の場で話すのは初めてです。与野党の質疑に落ち着いた表情を崩すことなく、 2% の物価安定目標は達成可能だと自信を示しました。デフレ脱却に向けてやれることは何でもやると、2年で達成ということについてできると、こういうふうにしっかりと我々としては確認してよろしいんでしょうか。2年というのは一つの適切な目処と思いますけれども、できるだけ早期に達成するように全力を挙げてまいりたいと。黒田氏はデフレ脱却のために今以上に大胆な金融緩和を進めると決意を示しました。しかし野党から物価目標 2% の達成時期について突っ込まれると、2年は一つの適切な目処などと曖昧な言葉にとどまりました。黒田氏は安倍内閣の3本の矢の方向性は正しいとし、さらに現在の日銀が物価安定の責任を果たしてこなかったと批判しました。そして自分の持論をアピールしました。